僕は約束しますから、高村さんも約束してください。僕は1ラウンドで KO して勝ってきます。だから高村さんも勝ってください。絶対世界チャンピオンになってください。クズロは何したら、ガングと同時に E が飛び出す。素早い立ち上がり、強豪と乗せされる E4 層の実力は来る。いない、まるで剣道の血のような。拳が硬い、急所にもらったらまずい。攻防を突き出されてるみたいだ。この左は強い、直線的なファイターですね。よほどパンチに自信があるんだろう。当たった者勝ちの打ち合いを仕掛けてきとる。だが打ち合いは望むところよ。小僧、自分のスタイルを一つ。自分のスタイル、得意なこと、得意な。やっと低い体勢から無限の文字を描くウィービング。これは電波シーロールだ。しょっぱなから電波シーロールやと。違う、この小さくてくんで、ね、下から巻き込むような左腕か。右の顎先をかすめる。そして反動をつけて戻ってから、やっと右が右を振り上げて待っていた。まずい、反動をつけたところにカウンターをもらったらやばい。自分のスタイルを貫くんだ。狙い撃ち、右を打ち下ろす。嫌な音が刻まれる。前段渾身幕の内、 E4 数の反撃はない。人形のように生命感なく崩れ落ちた。あっという間の出来事、あっという間の反撃、恐るべし電波シーロー。